タウヒード、タウヒード、アラビア語表記、トルコ語表記、タビット、ラテン語表記、あるいはトウヒード、トウヒードともとは、イスラームにおける一神教の概念である。イスラームにおいて、タウヒードは、一価の原理を意味すると同時に、世界観と存在論、すなわち価値観の根本である。また、タウヒード論においては、神の唯一性という言葉で和訳され、 論じられることも多いが、神の唯一性という言葉は、アラビア語において、ラテン文字表記をするとという明確な表現が、あので、正確な訳出とは言えない点で留意する必要がある。したがって、この記事においては、神の唯一性を起点とした上で、そこで活用された一課の原理にのっとりながら、現実解釈のための基本原則を提示する内容を、描出することとなる。 タウヒードの反対の概念は、シル力、多言、性である。タウヒードという言葉は、アラビア語の動詞、ワハダという動詞から派生した同名詞である。その原義は、一か、キーズを意味する。イスラームにおける唯一神、アッラーの存在は絶対であり、この理由のために、ムスリムは、キリスト教世界で信奉されている三位一体説を、否定する。クルアーン。 アルクルアーンにおいて、タウヒードは随所に言及されている。また、アンダーの他に神はなく、ムハンマドは、アンダーの死となりという文節は、サラートとして知られる1日5回の礼拝において引用される。タウヒードの反義語は、シルクである。アラビア語では、分割、分離を意味する。スンナ派。 シーア派ともに一致しているのは、イスラームにおける最重要な概念であるタウヒードが、この絶対で完全なる創造者を受け入れるということで、展開されているということである。ムスリムは、アンダーの他に神はなく、ムハンマドは、アンダーの死となりという信仰告白、シャハヤダを公に唱えることによって、ムスリムとなり、かつ、自らの信仰を絶えず、再確認することとなる。スンナ派の人々は、 タウヒードをイスラームの教条、アキダの七つの重要な側面の一つであるとみなしている。アシュアリー派の著名な学者の一人であるファクルド人、イブン・アサーカーは自らの著書でスンナ派の心情を記述している。スンナ派のムスリムは神は見ることはできないと信じている。仮に神の姿を見ることができるのであれば、 自らの生涯の終わりを意味する死後に訪れる最後の審判の日のみであると信じている。クルアーンの記述、ハディースの記述、アブー・フライラは人々とムハンマドの対話を以下のように記述している。スンナ派の人々はクルアーンは想像されたものではなく、この視点は十分にタウヒードの概念と互換可能なものである。ハンバル学派は以下の視点を提示する。 アブーハニーファは以下のように述べる。タウヒードは三つの側面を持っている。この信仰はヨーロッパにおけるタルバン派や1600年代にニューイングランドに移住したピューリタンの信仰と相通じるものがある。この信仰に基づくと人々は神に全面的に依存している存している存在だと考えることになる。タウヒードのこういった側面はクルアーンに参見される。以下は その一例である。タウヒードのこういった側面はクルアーンに参見される。以下はその一例、クルアーン第59章第22節から第24節である。タウヒードのこういった側面はクルアーンに参見される。以下はその一例である。ムスリムの人々サラフィーにとって以下のような行動はシルクとみなされるのである。 クルアーンを蓄語的に解釈するのであれば、異文体ミーヤが解くように、神は体の各部分を持たず、しかし、クルアーンやハディースに記述がある、手、目、顔といった属性を持っている。しかし、それぞれは人間が知っているような形状をしてはいない。そして、サラフィーは神は天上界に住んでいると信じているのである。シーア派においてもタウヒードは絶対なものである。 シーア派は、神は見ることができるとは信じていない。また、アンダーはどんな形であれ、体を持っているという考えも拒否している。クルアーンのいくらかの一節では、アンダーの体についての記述が見受けられる。例えば、アンダーと並べて、他の神を拝んではならぬ。もともと他に神はない。すべてのものは滅び去り、ただ、滅びぬは、そのご尊願、アンダー自身ということのみ。 一切の説理はそのお手にあり、お前たちもいずれは、小川に連れ戻されていくと、一説である、第二十八章第八十八シーヤ派の解釈は、アッラーを除いてという形になる。ーヤ派の論議では、この節は、文字通り解釈してはならないのである。また、ーヤ派の間で議論になる点は、神は、手を持っているというクルアーンの随所に記述がある、点である。 そのことは、神の力、あるいは慈悲を意味すると彼らは解釈している。例えば、アンダーの手は、鎖で縛られている、第5章第64節という文章で始まる一節である。しかし、深夜派の人々はこの文章に続く、アンダーの手は広がっているという文章を引用するとで、この節の偶和性を解く。神は、以下のような積極的な属性を持つと信じられている。また、 消極的な属性を持つ。シーア派の人々は、神が、神の永遠でない行動の一つとして、クルアーンを作り人々に送ったものと認識しているので、したがって、シーア派の信仰は、スンナ派とは対象をなし、クルアーンは創造物であるということになる。シーア派の人々は、ムハンマドの、神は存在した、その時には時間の概念があった。したがって、 神のそばには何もないというハディースを引用する。たとえ、そうであったとしても、シーア派の人々は、クルアーンは完全なものであると信じているのである。シーア派の人々は、スンナ派の信仰は、真実からの逸脱とみなしている。しかしながら、シーア派の人々は、スンナの人々を、他信教とは論じていない点で誤解してはならない。シーア派の人々の批判は、 スンナ派の人々が胴体、顔、手、指、足といった体の一部分を持っているという記述がなされたハディースを神聖のハディースとみなしているからである。スンナ派の人々がクルアーンは神の言葉で人の手によって作られたものではないと信じている一方でシーア派の視点ではクルアーンは言い換えればシルクの現れであると主張する。 シーア派の視点がアリーを深刻化することでタウヒードを否定しているのではないかという考えもある。確かにシーア派の一分派であるアラウィ派のアリーが神の化身であるという信仰を盛る。サラフィーはシーア派及びスンナ派の人々が様々な方法でタウヒードを否定していると主張する。例えばアラビア語でトーシャールと呼ばれるアリーへの数形の念を 唱える祈りを行うシーア派伝統的なスンナ派の人々は多神論者であるという主張である。特にシーア派の人々がサラフィーをイスラームの多くの部分を放棄したと告発している。例えばシーア派の人々はモーリドという言葉を盛大な祝祭で用いている。シーア派の人々はサラフィーがムハンマドが過度に深刻化されることを恐れるだけでなく、 ムハンマドとの中裁を持っていたいと人々が願っていることを奪っていると批判する。サラフィーは、ムハンマドが自分の誕生日を祝ったことはなく、同様に、サハヤバも、ムハンマドの誕生日を祝ったことはないと主張している。そして、預言者の誕生日を祝うことを禁止、ビドアにすべきだと結論付けている。ただ、タウヒードを論じる上で重要なのは、 神の唯一性というイスラーム世界で論じられたアッラーの属性を論じることではなくアッラーが唯一であることを前提とした上で現実にどのように解釈をするかということである。タウヒードはイスラーム世界の様々な法理論、神学、哲学、政治学、経済学などの基礎となる。ここではタウヒードの持つ統一性、再生、関係性の3つの性格を論じる。 ユダヤ教の場合の神の啓示の受け手は、ヘブライ順に限定される、先民思想。黒田は、スピノザの聖書解釈による、神学、政治論の足取りを用いることによって、イスラームとの差異を、以下の文章で結論付けた。イスラームのタウヒードロンが提示している番章の、統一性の原則は、創造者と非造物との関係を、一化し、 両者の間の隔たりを遠距離に置くことによって差別の規制を外し現実世界の解釈に水平的な展望を与えている。万物が同等な存在の価値を持つというこの世界観は特権的な地位を享受する者たちによる戦断が算出する存在世界についての縦割りの構造化を阻むのである。ユダヤ教がヘブライ人に神の啓示の受け手を限定したのに対し キリスト教は民族という教会を超えて普遍化した宗教であると言ってよい。しかしながらユダヤ教の先民思想を克服したキリスト教もまた三位一体説においてイスラム教から見れば大きな問題を内包することとなる。キリスト教の正当教義においてイエスキリストは真の神であり真の人であるとされる。イスラム教から見るとこれは ナザレのイエスという人間を特権化し、例外的に神の子として位置づけていると批判される。このことは、イスラム教から見て、すべての非造物が平等であるという論理を、結果的に破綻させる可能性をはらむ。イスラームのタウヒード論が、キリスト教に対する批判の眼差しは、ユダヤ教の先民思想とは異なり、精神的ものと物質的なものとの乖離、並びに前者を、 後者の上に位置させる世界観である。このような差別的世界観が何に由来するのであるかは、やや複雑な問題である。しかし存在界を縦割りに序列化し、物質的な要素、世俗の世界の事柄は放置して、もっぱら精神的な事柄に関心を集中させる。キリスト教の基本的な傾向は、すでに常識となっているという、精神、物質の二元論的な考え方の批判になる。 イスラームのタウヒードが保障している内容は、それぞれが保有する属性に、いかなる差別をも設けないこととなる。イスラームにおいて、神が基本的な創造を終えた後、非造物の世界の管理、運営の責任を持つ者として、神に創造された人間が神からの委託を受けたと説く。がって、万物が神の前に等しく平等であるという、統一性を持って説明した場合、 イスラームの文脈においての平等という概念が精神的な鍛錬、あるいは道徳的要請によって求められる。結果といった個人の側の自覚に基づく知的、精神的追求の成果として得られるのではなく、より深く普遍的な存在論的基礎を持っているという点に訳されるわけである。神は想像にあたって無駄な努力、重複を避けられた。したがって、 彼の作り出した非造物はすべてが最適であるという理論を出発点にタウヒードをめぐる議論においてはクルアーンの至るところで参見されるこの重要性について語る必要がある。イスラーム思想史の外観をはじめに記述しておくならば、イスラームの特性を十分に考慮したカラームの神学とシンプラトン派の色彩の強いギリシャ系哲学という二つの流れが存在する。 詳細は、イスラーム哲学を参照のこと。カラー無神学の特徴とは、議論百質であった神学者の意見の修練の結果として、万物の再生を挙げられる。この主張に従うならば、万物は分割不可能な部分、つまり、最小の単位である原子から成り立っている。ところで、この原子は、必ず二つの要素、つまり、実体と、多摩性から構成されている。 実体はそれ独自では現実に存在せず、それが具体的な存在となる際には一つ、ないしは複数の多摩性を伴う。ところで、その際特に注目すべき点は、一つの実体がそれぞれ必ず異なった多摩性を取り、決して同じものを取ることがないという独自の原子論を展開した。この議論は、いちいちの個体の固有性に目をつぶりながらも、 それを構成する最小の部分である原子に再生が存在する根源を求めるというイスラーム世界における伝統的な再生においての解釈であった。カラー無神学とは別の角度で再生を論じたのが17世紀のイランの哲学者であるモンラーサドラーである。彼の理論の大前提は完全に存在するそれの個体が宿している秘密に打たれ、 それと向き合うことにあった。著作、存在認識の道において、事物が存在していることは、いかなる定義なしで、まどかに了解されるがそれを規定することの困難さを、記述している。モンラー・サドラーは、この疑問を、出発点に、同著において、存在に関しては完全な定義はあり得ようがなく、存在と全く同等の概念がないがゆえに、 説明的に定義することができないと論証した。彼の世界認識、この本質か存在かの対比において、存在を先行させた、存在の優位性論での意図は、具体的に存在するそれぞれの最適な個体の一義で、あった。イスラームの政治性を論じるにあたって、基本的に重要なのは、ハリーファ、代理権の概念である。ただ、 西洋世界の王権真授説と厳格に春別する必要がある。西洋世界の王権真授説が国王が神の代理人として政治に当たるという言説であるのに対してイスラーム世界の代理権の概念はタウヒードを出発点とするためにある特定少数の人間に代理権が付与されているわけではないということである。 カリフという言葉は、預言者ムハンマド亡き後のウンマの指導者、最高権威者の称号であり、その、ハリーファの権利は、代理人で、西暦六百三十二年に、ムハンマドの死後のウンマの指導者として、アブーバクルが選出され、神の使徒の代理人、ハリーファ・ラスール・ラーフを称したことに始まることから、明らかである通り、あくまでも、創造者であるアッダーがその主権の行使を人間に、 託しているるこことがのの後の始まりであるパキスタンのイスラーム活動家であるマウドゥーディは、著書、ザイスラミックウェイオブライフにおいて、タウヒードの諸原理を認めた上で、代理の義務を喜んで果たそうとする共同体全体に、カリフの権威が与えられるということである。こうした共同体社会は、カリフの権威全体に対して、責任を負っている。 共同体の一人数とが神聖なカリフの権威を持っていると述べ、それゆえに人間は神の現世における代理人の地位を獲得し、非造物の中から必要なものを所有することが許され、同様に政治の分野においても神の主権を行使することが許されたのである。イスラーム世界においてべてのものが最適であるという論理が基本となるのであれば、その経済的側面は、 この世に一つとして、当下のものは存在しないということになる。従って、イスラーム世界の小取引は、伝統的に低下に基づく取引ではなく、交渉による取引が基本となる。イスラームが、仏教やキリスト教と違って、根本的に異なる点は、もともと、イスラームというシステムの中に、小取引がシステムとして組み込まれている宗教だということであり、 貨幣経済とは切っても切れない関係を持つのであるが、貨幣は蓄積の手段となりうるがゆえに、あらゆるものを商品化した上で、投下性の原則に屈服させてしまおうとするのである。この論理に基づいていくのであれば、現在の経済システムは、確実に何らかの抑制が求められるわけである。したがって、リバー、利子や、大像の禁止、投資は良くても、投機の禁止が、 イスラームでは明確に意識化されるのである。その意識が具現化されたのがイスラム銀行ということになる。第三の原則である関係性について、つまり万物が互いに関連し合っていて、一つとして他とか変わりを持たぬものはないという原則である。黒田は比喩的にイスラーム世界のマスジド、礼拝書やその他各種の公共建築の壁面を飾る。 アラベスク模様、アラベスク模様については、アラベスクを参照することを用いて、イスラーム世界の関係性を説明する。アラベスク模様の思想性とはすなわち、それぞれの単位が複数の構成要素から成立して、その単位の形状によって、他の諸部分との関わり方が異なってくるが、全体の図柄の中では、いちいちの部分が互いに主張し、設計者の意図に従うことはない。 一方で、一つの図像を描き出すことが最終目的であるが、他方では何らかの存在者のイメージを描くことで湧く、その背後にある関係性そのものの配置の妙を表現することに関心を抱く。それを具現化したアラベスク模様がエスファハーンの,王のモスクやアルハンブラ宮殿で見出すことが可能である。個人の第一の関係的単位は、夫婦関係であることから、 クルアーンでも記述があるが、寛容なのは、男女の関係の相補性である。というクルアーンの記述が、明らかになる通り、男女がそれぞれ最適であり、相補的であるという点、また、神による人間の創造の記述はあくまでも、中立的であるということになる。夫であること、妻であることの特質を譲らない協調関係は、親、兄弟姉妹、子供たちへの関わり方につながっていく。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。